竹とご飯と一人ごと今呼ばれて飛び出てジャ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 ンで今ここに来たばっかりだから何も分かってないよ。ありがとう。すごい時にパーンって渡されたと思います、はい、今日これは多分書いてくれた人も結構急いでやってくれたんじゃないかなっていうなんて書いてあるのかですケーズとこれ多分ねみんな急いでたんだね。なんかめっちゃはみ出てんだけどソーセージ地獄じゃないかよ。お店はインビス鎌倉さんです。場所が小町通りまっすぐ行ったところの、まあ、15分は歩かないと思うんだけどぐらいの場所です。俺あそこね行こうと思って一回も行ったこと結局なかったんだよ。てか多分そういう人多いと思うんじゃないかと思うんだけどついに食べれるんで行ってみたいと思います。なんか YouTuber っぽさ出てきてるってことで行ってみよう。これ全部味違う。一歩一歩違う。ダイエット中のギルティ中のギルティのカカオ肉いただきます。まだあったかい。何これ。なんかちょっと独特の臭みがあるんですけど、本当ブルーチーズとかみたいな臭みに近いようなものを感じる。うまいね。パリッと外側が仕上がっててちょっと癖が強いけど、ちょっと詰め合わせお任せで頼んだらしいので、ちょっとどの味かは分かんないけど可能性としてはピザだそうです。特にチーズ入りって言ったら多分これだ。これはね完全に酒だね。今日残業確定輸出起きたからノンアルコールで行く気はないっしょ。めっちゃうまそう。嘘でしょ。行きます。どうだあ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。うまいね。いただきます。あれ、俺ノンアルコールでいいかも。あの、一気飲みするときの罪悪感がないね。なんか心なしか酔った気がする。一気飲みしてアルグリおすすめです。次行こう。よし次行こう。これをチョリソ。ちょっと辛い。うまい。確かにちょっと辛い。あと油がすごい。うんね、辛いんだけどそんなすっごい激辛ってわけじゃなくて、それよりも唐辛子の香りがねバッて広がってすごい美味しい。あ、俺これチョリソ好きだな。夏だね。ビール片手に。本当は鎌倉地ビールのなんか瓶ビールが買えるから、それで片手にチョリソーを持って歩きながら、多分八幡宮までに食べきれるから全然それで行っちゃうのがいいんじゃないかな。俺これ黙って出されたらマジ分かんないと思う。多分酔っ払うよ俺これで。今なんか心なしか酔ってるもん。よし次行こう。これはなんだろう。なんか白身のソーセージってなんかエロくない？わかる？なんか揺らしたいんじゃなくて油取りたいんだ。ちょっとこういうドイツっぽいやつはさ、マスタードでしょ。こういうドイツ系のやつはこうする。いただきます。うん、うまい。うん、騙された。ただのマスタードじゃない。よく見たらわかるかもしれないんだけど、実は玉ねぎがみじん切りになって入ってるんですよね。だからこれただのマスタードじゃなくてマスタードソースですね。ちゃんとしたで、たっぷりつけても全然大丈夫っていうか、たっぷりつけた方が美味しい。あ、このソースうまいわ。めちゃくちゃ酒に合う。夏の鎌倉をいろいろ思い出して泣きそう。夏の思い出手をつないで歩いた感性。あの子たちはみんな結婚しました。これ最後何？レモンハーブ。全部夏だね。これもこのマスタードソースめちゃくちゃうまい。え、もしかしてこのケチャップもちょっと違ったりするの？とりあえず行ってみるか。いただきます。
ケチャップってこういう存在だったっけ。なんか結構甘くて、普通のケチャップとなんかちょっと違うような気がする。いやでもなんかちょっと甘みが強めのケチャップになってるとは思う。違ったら許してね。でね、そのちょっと甘めの味付けがまたこのレモンにめっちゃ合う。さっきまでのやつは多分ケチャップいらなかったかなと思うけど、このケチャップにこのレモンハーブはめちゃくちゃ合うわ。おいしい、おすすめです。ラスト、出てソーセージじゃないです。ケーゼクリルのオープンサンド。ケーゼクリルって何。よし、いただきます。ちょっと分かった。ソーセージって腸詰めじゃない。腸詰めしてないひき肉の状態をステーキみたいにして焼いてる、ハンバーグみたいにして焼いてるみたいな感じのお肉をパンに挟んで焼いてるっていう感じが美味しい。でパンがねちょっと固めなのよ、さっきのに比べて。フランスパンまでいかないけど、ちょっとフランスパンっぽい食感で、トマトもまたいい味してるね。ちょっと全体的に脂っこくなるのがトマトですごい一気にさっぱりする。ソースはこれ多分オーラソースかな、結構たっぷり塗ってある。美味しい。なんかソーセージじゃないのかなと思ったけど、結構味的にはソーセージに近い感じするかな。おすすめ。ただちょっと手は汚れやすい、まあ、だからこれがあんのか。だからこれケーゼ G って書いてあったね。なるほどね。お手数をおかけしました。